ポール・レイモンド・フライは、アメリカ合衆国ミシュガン州オークランド軍、ポンティアック出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。2013年、MLB ドラフト17巡目で、シアトル・マリナーズから指名され契約。同年は、ルーキー級アリゾナリーグ・マリナーズで14試合に、登板し、2勝3敗1セーブ、防御率4.50だった。 2014年は A 級クリントン・ランバー・キングスで38試合に登板し4勝4敗にセーブ防御率2.71だった2015年は A 級ベイカーズ・フィールド・ブレイズでプレー後7月に AA 級ジャクソン・ジェネラルズへ昇格 AA 級では22試合に登板し0勝2敗7セーブ防御率2.16だった2016年は トリプル A 級タコマレーニアーズで48試合に登板し3勝1敗防御率2.78だった2017年はトリプル A 級タコマで開幕を迎え1試合に登板2017年4月14日に金銭トレードでボルチモアオリオールズへ移籍移籍後はトリプル A 級ノーフォークタイズで25試合に登板していたが8月に AA 級 ボーイベーソックスへ降格。AA 級では7試合の登板で、防御率0.75だった。2018年は、AA 級ボーイで開幕を迎え、5月に、トリプル A 級ノーフォークへ昇格。トリプル A 級では13試合に登板し、0勝1敗、防御率3.47だった。同年6月29日に、オリオールズとメジャー契約を結び、同日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、 メジャーデビュー。7点ビハインドの8回表1種から登板し、1.2回を2安打無失点に抑えた。7月15日のテキサスレンジャーズ戦で初ホールドを記録。7月20日のトロントブルージェイズ戦では、同点の9回裏西2.3塁の場面で登板し、その回は無失点に抑えたものの、 延長10回裏で、アレドミスディアスにサヨナラアンダを打たれ、メジャー初黒星を騎士した。ありがとうございます。